チョン・イルフンは、キューブ・エンターテインメント所属の韓国の男性歌手、ラッパー、作曲家、俳優。アイドルグループビートビーの元メンバー。カトリック教徒で洗礼名はミカエル。姉は、歌手のチュ。1994年10月4日に、大韓民国ソウル特別志向ランクに生まれる。身長は177センチメートル、血液型は B 型。 韓国の女性歌手の宙を実施に持つ。ハンリム芸術芸能高等学校卒業後、韓国映像大学校の演技コースに通った。2012年3月21日に B ビ B のメンバーとしてデビュー。ポジションはメインラッパー。2012年以来、A ピンクのボミと共にスペシャル MC として、バラエティ番組、週刊アイドルにレギュラーメンバーとして出演。2013年、 ニオームのハーベストムーン EP のトラックナイトメアでフィーチャリング参加し、その後ビューティフルキッシズ EP のリードシングルウップスでジーナとのコラボレーションに参加。2015年ウェブドラマウェブチューンヒーローツンドラショーで主演を務める。2017年5月24日、ビートビーのソロプロジェクトピースオブビートビーの一環で同年の5月30日に自作曲をリリース。 2018年9月27日、MBC ラジオのアイドル番組、アイドルラジオの DJ に就任。2020年5月28日、兵役のため訓練所に入所し、基礎訓練終了後は、社会服務要員として勤務。2020年12月21日、過去4から5年間の1億ウォンを投じた。 大麻常習と仮想通貨を用いた薬物取引による麻薬類管理に関する法律の違反疑いでソウル地方警察庁から調査を受けその後基礎意見で送致されていた事実が発覚事態を受け同月31日に約8年間所属したアイドルグループビートビーを脱退2021年4月4日現在は KBS をはじめとする 各放送局の出演停止名簿に挙げられている。2021年4月22日、ソウル中央地方裁判所で行われた初公判に出廷。検察側の控訴事実は、被告人、チョン・イルフンは去る2016年7月5日から2019年1月9日まで7人と共謀し、161回にわたり1億3300万ウォン相当を送金して、 大麻を入手、同期間161回にわたり、大麻を使用したというものであり、本人はこれを認め反省の意を示した。5月20日の決心公判では、検察側が懲役4年と1億3300万ウォンの追徴金を求めた。2021年6月10日、一審に出廷し、ソウル中央地裁刑事部から懲役2年の、 実刑判決と追徴金1億3300万ウォンを言い渡される。裁判は非拘束で進められていたため、判決後は法廷で拘束を受けた。判決理由は薬物取引において仮想通貨を用いるなどした緻密な犯行であったこと、共犯8名のうちいる分か1名が主導的な役割を担っていたこと、犯行回数が多く常習性が認められること、 党であった。ありがとうございます。